8番永井が内を救って誘導員をかわしていきます。8番永井が先頭に立った残り600の鐘、後ろ7番の近藤、後方からは9番の北川巻き返す。しかし8番の永井も踏んでいく。8番永井がペースを上げた。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。9番北川行けなかった4番手、6番の桜井がさあ巻き返してきます。4番手外まで上がってくる。これを9番の北川が合わせていけるか。バックストレッチに入っていく。8番の永井が先頭、2番手車間を開けて、7番の近藤も発進体制か。9番の北川に合わせて7番の近藤出ていくか。8番永井がまだ先頭だ。4コーナーから直線、永井が先頭、外から7番の近藤、さらに外から2番の伊藤、近藤伊藤並んでゴールイン。